ないな、ない、ない気がする。ちょっと待って。あ、なん、やることないな。あ、いや、行こう行こう行こう。行こう行こう。なんだ、巫女先輩、そんなとこ突っ立って怪しげなオーラを放っている。ちょっと、道間違えたか。え？ヘイ、ヘイ、ヘイ、誰？どこだ？え、あの、巫女先輩、巫女先輩、巫女ちゃんが死んでる。あ、ヘイコで、うわぁ。ナミと今アクア先輩が一緒にいて、で、カンコと通信室の間の通路かな。そうですそうです。あ、船長も、船長もあの見たんだけど、最後あのなんだ、ラミーさんとアクタンと一緒に行動してた時に、あの右上でなんかビッビってなったから行こうとしたら、ミコ先輩が廊下で突っ立ってるなって思って、怪しいなって思いながら通り過ぎてったの。廊下で突っ立ってたの。うん、はいはいはい。どこにいたって言った。ちょっと待って待って、うん、この廊下を通った人は誰？私とナミと、うん、ミコちゃんが、はいはい、一緒にいたよね。私のこと見た、ラミちゃん。あれ？あ、ちょっと待って、マリン先輩、ラミのほんとすぐ前を歩いてたはずなのに。あ、そう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 。その時、ミコ先輩生きてました？生きてた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 。え、でも私たちさ、すぐ後ろにいたけど死んでたよね。え、ちょっと待って、ちょっと待って、待って、待って。待って、アクア先輩、アクア先輩、あれ？あれ？ん？ヘイ！え、生きてて、突っ立ってるから、なんか、何やってんだろって。いや、思ったんだよ。いや、私は、ウェポンズで、一番最後にミコちゃんを見たんだけど、で、カフェテリアのところが閉まって、そこで分断されてから見てないの。いや、これ、うん、マリン先輩相当怪しいと思います。怪しい。でも違うよ。右上でなんかピッピーってなったから、やりに行ったんだもん。ピーピーってなったから。まあ、でも今、早くやってみたら、これは下がないといけないから。で見たからさ。そう、殺したところが死んでたんだよ、死んでたんだよ、そう。え、でも先生やってたの、アクタンとさ、ラミーさんとしばらく一緒にいたけど、ビービーが鳴ったから、やりに行かなきゃと思って。一緒にいたじゃん、三人。うん、いたいたいた。で、ミコ先輩も見たよ、船長。ミコ先輩も見たけど、見たけど、あの、廊下で。とりあえず、マリー、マリー、すまん。いや、嘘だろ、マジ。バカだれ、お前ら死ぬからな、もう見とけ、マジで。ボケがよ。違うよバカ、もうマジありえないんだけど。はい、今ミュート中です。はい、ミュート中です。いやマジありえん、このほんとポンコツがよ。どう違うだろう、どう考えても。え、もしかしてミコ先輩死んでたんかな、船長が通った時点で。なんかできるやつないかな。ちょっとみんな、もうそばの先輩ちょっと聞いてください。マジありえないっすけど、ほんとにやってないですよ船長は。え、終了。よくも疑ってくれたな。誰だ釣ったやつ。船長釣ってんじゃねえよ。負けただろうが。すいません、マリン先輩、すいません。おい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 。え、でもマリンちゃん、ありがとう。いや、可愛い後輩だと思っていたのに。ラミ、ラミ、アホイ、アホイ、アホイって言うんだ、アホイ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 。もう可愛くないよ。もう可愛くないぞ。おいおい。媚びても無駄。